キーラ・セジウィックはアメリカ合衆国の女優。ニューヨーク州ニューヨークにてイングランド系の父親とユダヤ系の母親の間に生まれる。弟が二人いる。モデル兼女優のイーディ・セジウィックはいとこに当たる。6歳の時に両親は離婚。母親はその後再婚している。南カリフォルニア大学卒業。先祖にジョン・セジウィック、ウィリアム・ウェラリー。 ウィリアム・クラウニン・シールド・エンディコットなど。15歳の時に舞台でデビュー。1982年から1年間ソープオペラに出演。その後ハリウッドに進出するが仕事が入らずニューヨークに戻ってくる。1985年に愛と動乱のワルシャワーで映画デビュー。1989年の7月4日に生まれてで トム・クルーズの恋人役を演じてブレイクする。2005年からはテレビシリーズクローザーに出演しており、2007年のゴールデングローブ賞では主演女優賞を受賞。同作品のシーズン3ではプロデューサーも兼任。出演料は2007年の時点で1話あたり30万ドルで、TV 女優としては世界一。レモン色の空で共演した。 ケビン・ベーコンと1988年に結婚。1989年に長男が、1992年に長女ソシー・ベーコンが誕生。ありがとうございます。